新型コロナウイルスに感染していたブラジルのボルソナロ大統領は PCR 検査で陰性になったと発表しました。今月初めに新型コロナウイルスに感染したことを公表していたブラジルのボルソナロ大統領は25日、PCR 検査で陰性になったと自らのツイッターで明らかにしました。ボルソナロ氏は新型コロナウイルスを 軽い風だと主張して脅威を否定していて首都ブラジリアの皇帝で隔離療養している間もたびたび支持者の前に姿を現し距離を取りつつ対話する姿を見せていましたそして陰性が確認されると皇庭からオートバイに乗って外出し支持者の前で健康をアピールし大統領府もさあ前に進もうというコメントを発表しました。ブラジルは アメリカに次いで世界で2番目となるおよそ240万人が感染し死亡した人は8万6000人を超えて貧困地区を中心に今も感染拡大が続いていますがボルソナロ氏は自らの症状が軽く済んだことで自信を深め今後、経済活動の再開を加速させる構えを見せています。 新型コロナウイルスに感染していたブラジルのボルソナロ大統領は PCR 検査で陰性になったと発表しました。今月初めに新型コロナウイルスに感染したことを公表していたブラジルのボルソナロ大統領は25日、PCR 検査で陰性になったと自らのツイッターで明らかにしました。ボルソナロ氏は新型コロナウイルスを 軽い風だと主張して脅威を否定していて首都ブラジリアの皇邸で隔離療養している間もたびたび支持者の前に姿を現し距離を取りつつ対話する姿を見せていましたそして陰性が確認されると皇邸からオートバイに乗って外出し支持者の前で健康をアピールし大統領府もさあ前に進もうというコメントを発表しました。ブラジルは アメリカに次いで世界で2番目となるおよそ240万人が感染し死亡した人は8万6000人を超えて貧困地区を中心に今も感染拡大が続いていますがボルソナロ氏は自らの症状が軽く済んだことで自信を深め今後、経済活動の再開を加速させる構えを見せています。新型コロロナナウイルルルスに感染していたブラジルのボルソナロ大統領は PCR 検査で陰性になったと発表しました今月初めに新型コロナウイルスに感染したことを公表していたブラジルのボルソナロ大統領は25日 PCR 検査で陰性になったと自らのツイッターで明らかにしましたボルソナロ氏は新型コロナウイルスを軽い風邪だと主張して脅威を否定していて首都ブラジリアの皇邸で隔離療養している間も たたびび支持者の前に姿を現し距離を取りつつ対話する姿を見せていましたそして陰性が確認されると校庭からオートバイに乗って外出し支持者の前で健康をアピールし大統領府もさあ前に進もうというコメントを発表しましたブラジルはアメリカに次いで世界で2番目となるおよそ240万人が感染し 死亡した人は8万6000人を超えて貧困地区を中心に今も感染拡大が続いていますがボルソナロ氏は自らの症状が軽く済んだことで自信を深め今後、経済活動の再開を加速させる構えを見せています。 新型コロナウイルスに感染していたブラジルのボルソナロ大統領は PCR 検査で陰性になったと発表しました今月初めに新型コロナウイルスに感染したことを公表していたブラジルのボルソナロ大統領は25日 PCR 検査で陰性になったと自らのツイッターで明らかにしましたボルソナロ氏は新型コロナウイルスを 軽い風だと主張して脅威を否定していて首都ブラジリアの皇帝で隔離療養している間もたびたび支持者の前に姿を現し距離を取りつつ対話する姿を見せていましたそして陰性が確認されると皇庭からオートバイに乗って外出し支持者の前で健康をアピールし大統領府もさあ前に進もうというコメントを発表しました。ブラジルは アメリカに次いで世界で2番目となるおよそ240万人が感染し死亡した人は8万6000人を超えて貧困地区を中心に今も感染拡大が続いていますがボルソナロ氏は自らの症状が軽く済んだことで自信を深め今後、経済活動の再開を加速